はい、こんばんは。ニコニコマネキニコです。今日はパプコーンを作りたいと思います。パプコーン、パプコーン、パプコーン。使う材料はこちら、パプコーンと、意外や意外、こちらのお出汁を使います。こちらは高橋商店さんから出ている安丸出汁の京風昆布だしです。初めてこの京風昆布だしで牛お汁を作ったんですが、この時も本当に目玉が飛び出るくらい美味しくてびっくりしました。これは京風のおだし、昆布だしなので、ポップコーンと合うかなと思って作ってみたら、とても美味しくできたので、皆さんも作っていきましょう。中火です。こういうメッシュがあると便利ですね。でもちょっと下回っちゃう。これでいいか。しばらくすると弾けてくるので待ちます。怖い。ビビるよね。うん、ビビっちゃう。あっちちちちち。うほう。うん、いい香り。まだかな。もういいかな。ポンポン弾けますね。もういいかな。怖いね、怖いね。よさげじゃない。もうポンポン言わないから火止めます。おお、怖かった。ボールとかでもいいけど、これに入れます。で、この中にこのだしのパックを破いたものを入れます。全部入れます。そしたら振る。これだけで完成。うん、いい香り。
のまま食べてもいいけど、ちょっとクリスマスっぽい入れ物を買ったのでこれに入れます。完成です。部屋中ポップコーンのいい香りがする、夢の国です韓国は。ではいただきます。ポップコーン、ポップコーン、うんうん、美味しいじゃん。ポップコーンにしても美味しいの。うん、うん、ちょうどいい塩加減じゃん。ちょっとでもね、これ見て、これはいっぱいつけすぎ、つかり、何？いっぱいまぶり、まぶしすぎだね。ちょっとしょっぱいね。ん？うん、ちょっとしょっぱいね。ちょっと混ぜが足りなかったかも。うん、おいしい。なんていうの？やっぱり強風のあっさりとした出汁だけど、ポップコーンとも合うね。うん。パリパリになった。うん。美味しい。こちらの高橋商店さんから出ている安丸だしの京風昆布だしですね。いつもの使っているおだしとはちょっと違うんですが、この京風昆布だしもすんごくおすすめなの。本当に美味しいんだこれ。お吸い物作ったんだこれで。本当に美味しかった。うちの子供もすごい美味しい美味しいって飲んでて、これは本当に美味しい。血合いを取ったカツオを利尻昆布とマグロ節ですっきりとまとめたあっさり出汁です。そう、その通り。カルシウムたっぷりのポップコーンが作れちゃいます。これからクリスマスシーズンなので皆さんもぜひ作ってみてください。こちらの安丸だしがお得に買える URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。その URL から入っていただいて、ニコニコ招き猫キッチンと入力するとお得にご購入できますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で。バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。